大阪湾に迷い込んで死んだクジラの死骸を堺市にある産業廃棄物の処分場に埋める作業が進められています。午前9時過ぎです。クジラの埋設作業が始まりました。酒市では先月中旬に大阪湾に迷い込みその後死んだマッコウクジラの死骸を埋める作業が今朝から続いています。クジラは重さおよそ32トン、体長およそ15メートルのオスで。 先週、海から引き揚げられた後、専門家らが学術調査をしていました死骸は来年以降に掘り起こされ骨格標本として大阪市立自然史博物館に提供されます去年大阪湾で死んだ別のクジラを海洋陶器で処分した際はおよそ8000万円かかりましたが今回はその半分以下に収まる見通しです